さんこれ天ぷら乗りましたね。チューブウェイ、さあウルバリン乗っているが、チューブした先に潰された。あーバケモンが、あーケイルバケモンがついですね。さあハレ、まだプラント置いて、このポジション手前でワンピック、いいグラッシュが入った。そしてスパイクを目の前にして、ゼファ襲いかかるが、立ち回っている TV、 おお TV、 ま、マジか、いけんの、こっから勝てんだ、カバーせずと、いや、スペランザまだ残してと。さあサドランド、バレル手前に対して0ポイント入っていましたが、全部仕掛けた。さあこれヌルコマの読んでたのか、蹴る、まだネスト前に行けない。そしてまあまあナイス A ファイト、まあアイスロックスの A はマジでフィジカルで決まる。おい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 、ブラックウィズスニーカー飾ってないか、あの初段当てるとかなら分かるんですけど、俺のパクリです。4発目のリコイルで頭1個持って、いやもう虚構、ただそうですね、もう雨天決行するしかない。さあこれはなんとか通したが、しかしこのカーテンが降りて、まずは手前のハレ落とされてしまう。これでイエローのラインまで引きます。スラッシュ、そしてイエロー前チェックが終わった。ノーセプション耐えきれるか、前詰めてくる、ケール、これはマジで綺麗だりていく。あとはメインの車線のみ、これはもう無理だ。エスペランザ中心を確認してリテイク、マジで綺麗、今のリテイクマジでいいね、うまい。ここはまだスポーンに置いてありますので、十分ローテも視野に入れている。ここのポジション俺あんま使わないけど、ね、強いのかな。あ、そう、ここはエスペランザ打ち勝ってしまった。エスペランザバンダル持ってますからね。エスペランザ、いやただ一人しか死にしていない、まさか3人いると思わないか。いや、おそらく読めてますね、これ。さあここで裏に対してもティーフィー対応した。しかしノブ2人かかり、左右から行くがワンピック成功、ワンチャンス、スアンダー2、1人、お、そしてもう1人よく来た、おお、見逃しません。あれちゃんとウィングマンじゃなくて人狙いに行った判断がいいよな。ああいうミクロの部分はやっぱうまい。まあバンダルプレイヤーが、さあ今回はノーセプション、まずは B 面をコントロールしにかかります。そしてハレは、ああ強ハレ、それ、さあハンターズフューリーも使ってヒットしている、うんめー、まぬがれなかった。さあマッシュピットが、ああプラントできた。これで天ぷらも落とされてしまった。またしてもスラッシュがイエローに向かうが、ここでうまくヌルコマンド駆使して前線をキープします。お、なんとか持っていけた。その中ウルバリン、ロボヘッドショットでうまくいなした。あ、さあウルバリン残り HP30、このモロスネークバイトが厄介すぎる。もう一人持っていけるか、このモロいいなー、あれ定点、うわエロマ同士のモロやばすぎ。いいのリテイク、あのモロめっちゃいいな。タレットが置かれていますので情報は取った。さあティフィ後ろからゼファー押しに、しかしゼファーナノサーブ、そしてローブもカバーです。さあここでハンターズフューリー潰したいのはローブのポジションですが、ローブ耐えきれ、上抜き切った。エスペランザなんとかローブに対しては遠隔のトレードを成功させましたが、ハレが上から襲いかかりますが、ゼファ気づいた、反応した。そしてエスペランザが忍び寄る、しかし読み勝っている。トーマス、トーマス、うわー、素晴らしい、トーマスレッツゴー。今ので言うと、つえおっと、ウルバリン踏み込んでるぞ。さあ、今回 A 引き配置のバレルに対して、スクリーン前に陣取っています、ウルバリン。おい、いや、違う、ゼファーどうやって壁に切り殺した、ハレを倒した。しかし、ネストの車線、さあ、ロブもうまく賛成をしている。強いロブ。2階からの車線で3人葬った。寄りが早すぎる。残されたティーフィーですが、ロブとは違う車線でスラッシュとロックダウンをどうノーセプションが返すかですね。これ裏5人、裏5人でいきますか。さあただこれはスラッシュによってネストの下入ってはいない。さあただ限定しているポジションなので、バレル当然警戒していた。
プラントがメインプラントですからね。キリジュールと打って相手のポジション絞って、うおお、2人削った。ヒューヒー、さあ、ヘブン射線落とした。おお、全負が対応。うわ、ハイレベルな戦い。さあ、予想外でしょ、ノーセプションにとっては。で、ネタのような創設のプロゲーミングチームで今同じ土台でプレーオフ濃厚。近距離すぎるこれ。チームインタメやん、それは。踏み込まれてる、引けません。さあ、これもフラッシュ使いました。さあ、ケイルはまだイエローの裏耐えている。あ、アングル完璧で来た。うわ、ついよロブ。おお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 ロブ、キレッキレやん。高いパフォーマンスを見せるプレイヤーではありますが、エスペランザも寄り切れてない。さあ、テンプラアメリカ入ってきたが、引けた。 HP1、 これは危なかった。削られまくりましたね、ちょっとこれ。いや、ナイスピックダウン、うますぎ。うわ、いいファイト、それは。さあ、ウィングマンが設置は通しました。あ、ロングレンジ、ゼファー、エスペランザの2回の射線には対応しきれず、そして裏から迫ったウルバリン、ロブを抑え込んで。今のはファイトがうまいね、 KO フラッシュ月光の5点目ですね。5対10。さあ、6ダウン。イエローはポジションがないぞ。買うか、テンプラ。これはテンプラ命をかけて、 あと6ダウン壊した。でかすぎる。さあ、テンプラリーヤがありますので、結果としてもイエローから引けない。そしてカバーラインから抑えられている。なんとかハレも2回射線から、これ予想できないですね。ハレ入り込んだ、下を潰す。しかしブラックウィズしっかりと銃弾の軌跡を見た。どちらも使ってたんですけどね、ノーセプション側はね、よく対応しましたね。そうですね、イエロー裏にも。おっと、壁越しです。離婚に移ったところですかね。あ、エスペランザ。ああ。あれ、なんで誰も壊してあげないんだ。普通の人しか。あれ。ロブ、これはウィングマン？プラントだ。なんであれウィングマン？あれ、なんでウィングマン誰も壊せないの？理解不能なんだけど。キングウェイは対応しましたが、ナチュラル2台になっていた。かわいそうすぎ。41のジャッジだぞ。詰めていったが、ワンブイワンです。うわ、これポジションバレるんだよな、ウルト。スパイクドロップ。ああ、ちょうど終わった。 HP は52、しかしロブ1分あるからね。ウルトマスラッシュもう上がってる。はい、うわー、食らった。ドンマイだ、それは。それはドンマイだわ。ロープの上も食らうんだな、あれ。スラッシュに対してはアンチが2回、そして上のフロアと。おっと、ここで取れるブレザー。エスペランザは引き切ってますが、ケイル、パラノイアの。さあ、テンプラ、まずアンダーチェック。しかしケイル CT 抜けを抑える。おお、うまっ、よく反応できたな。ハンダーもしっかり抑えた。Wait, what? スモーク抜きだ、頭一発目。そこでハーフ、しかし、うまいね、立ち回り。後ろからではない、ごめんなさい、横からですね。襲いかかりました、ウルバリンに対して。確かに持ってる武器がね、ファントムやバンダルであればあのポジションでもと。ああ、 M ミスしたな、この時。これロブ、これいた。これ人数差作って一旦落ち着くバレル。さあ、ベント抜けは許しません、ウルバリン。メルボに対しても射線を強気に置いてが、テンプラ挟み込む。うまいね。ウルバリンとテンプラでミッドを抑え切った。素晴らしいミッド制圧でしたね。しかしヘブンから抑え込んだぞ。アンダーいるの分かってるから。うまいね、それ。わ、それはうまいわ。そう、ロブウルバリン落とした。ミンコレもくね。いやー、これ B もミッドも怖いので、どうやって殺しても今のエランプ人数寄せ。ここはスロープ、まずは取り返しにかかります。ノーセプション。お、うまい、いいリテイクランプ。あぶな。さあ、エスペランザ、これいいシーカーですね。いやー、これはね、もう全負次第。あ、終わった。これはね、無理だね。ボムの中にバイパーウルトが入ってないから、これは無理。うん、さあ、ここは抜け抑えています。バイパーズビットの中だったらね、今のワンチャンスあったんだけど、外だとちょっとは無理。対5
あれプラントに対して抜きに行ったら抜き返されて死ぬし、まあもうあれプラントを、まあまあまあいろんなタクがあって無理ですよね。説明するのめんどくさくなった。人数不利な中が B を目指すと。そうですね、 A は触れないですね。さあこれショップ前ミート詰めてきたか。どこにいるか分かってるぜ。ニューラルセフト。さあこのニューラルセフトによって、おお単独で大丈夫か。ローズシャドーズでちょっと怖いぞ。これは間に合ってはいるが、いやただ天ぷらもこれだって。そうなんですよね、これ解除までの完全に分断されてますよ。これまずくね。これやばい、めちゃくちゃまずい。味方の到着ロブ、ロブお前いけんのか。時間がかかればオープンプラントがお前、あ終わった。いやいやいや、え、お前ゼファー走れ。さすがに、あ解除が通りました。さあ5対6、これでハーフタイム前最終ラウンド。うまい、僕が落ちた。おっとこれ、エスペラントから落ちてるか。あーいいカバーオペ、ナイスカバーだそれ。ブラックイズうまい、うまいね。置くとこうめえ。ゼファー、うまく警戒をしていたんですが落とされます。メイン、おー、ティーフィーです。いや大逆転やん、 5-0 だったくね。7本練習、おらねこさん、これまあピストルじゃんけんですからね。さあこれでうまくノーセプション、エントリーは成功。ただこれいいですね、ウルヴァリンスポーン側にエリア広げているのはかなりいい動き。ノーセプションとしてもエリアをなんとか広くキープしたいとこですが、ケイル止まらない。3人180度対応した。うわ神グレ、あマップが飛んでった。エスペランザペイントダウンはかわしているが全フ襲いかかりました。うん、この情報だけでは避けられる可能性があるので、ケイルもショーストッパー切りませんでしたね。よーードライに対して打ち勝つそして A は固めています。さあワイヤー検知に対しては抜けない、抜けなかった。ただ人数有利はできている。強い。そしてヘブンからもローブはすでに顔を出していますが、エスペランザ、エスペランザ C か、またしても、おお、やはり A サイトは、おお、さすがに無理か。いやナイス削り、全フエスペランザの猛攻をなんとか抑えました。ジャッジを持ってるのはケイル。ウルバリン早々にエントリー待ち構えてるのは絶対でしたが、ダブルエントリー強えわ。ワイヤーもないなった。ケージの上見えてましたねプラントは通します。シーカーを切るかどうか難しいですね。まあまあまあ引けたらでかかったけど、これウルトあるんだよな。レイズのレイズのウルトあるんだけど、ポジションがメインだからうまく切れない。あー強いね、強いねエスペランザ。スーパープレイでしたね。うん、マジ強い。今エスペランザやられても。さあおっとウルバリン。ここ手前で勝負仕掛けてきた。いや違いますね。これそうですね。うまい。そしてそのままゼファー死亡。なだれ込んできたノーセプション。お武器持ってるゼファー。ゼファーお前お前ああええー、いやいやいや、ワンチャンスワンチャンスワンチャンス。間に合けば2ブーツ。ウルト切ってもいいんじゃね？だよね。何すると？ゼフ。テンプロとして。落とすだって位置が分かっているが。うわカバーバリエバスリー。ゼファーメインのジェット殺してバンダレ取ってキルセン。まあこのチャンスを作ったのはもちろんゼフも関わっていますが、ゼファーでしょ。でしょう、はい、あのウルバリンはバイパースピットを使ってガレージ前2面を占めているのがバレルです。しかしそのバイパースピットの中にうますぎ、なんで変わってたんだ。ゼファーもいいカバーすぎるし、なんとかバイパー落とした。おおエスペランザお前、おおしかしこれ2 on 3になんの。これバイパーウルトウルバイク入った、うまい、よくバイパー殺した。サイトの中耐えてはいるが、うわ強ロブ、まずはロブウルバリンを倒して、うわちょっとこのラウンドは
うわー、マジでそれ。そうですね。パラノイアでカウンター構えてる。いつ切るか、ハレ。さあ、ショーストッパー。ケイル、引っ張ったが、いや、なんとか耐えている。そして、ニューラルセフト。うわ、これ、グレ。結果としてはグレはヘブン下でしょう。その択、本当に合ってる、ケイル。ノーゼプション。とか相手が踏み込む前に対応しているウルバリン。いや、これノーセブ勝ったな。時間ないですね、これ。ウルバリン見せました。ええ流れのようです。完全な分断の形です。こんな簡単に取らせていいの？まあダメ。バイパースモーク使ってんだったら鳥1個で取らせちゃダメだね。泳がした。うわー、それでかい。もうゼファだよ。うわートーマス。このスパイクは、このスパイクはやばいね。警戒するポジションが多いんですよ。だし降りちゃうね。ウルバリンがプラントに向かうしかないということは、この天ぷらですね、重要なのは。さあ、オープン。パラノイアを放ちに来ましたね。さあ、そしてそのままエルボー前。ロブやばすぎ、その抜き。ウルバリン、はい、ウルちゃん。しかし挟み込まれた。そう、どうやってやる、どうやってやる、どうやってやる。天ぷら、グレあるぞ、グレあるぞ、天ぷら。うまい、ハーフいけてない。体力ない、ロブも。いってない、絶対いってない、絶対いってない。いやー、ロブ、この HP は。クラッチ。そうですね、天ぷら。クラッチです。さあ、このノーセプション、勢いに乗ってますので。これは。しかし、ウルバリの進行方式、ロブも。ベントからの射線で人数はイーブン。ゼファイーブン。さあ、ゼファ。お、トーマス。うわー、ボブはショーティー待ち構えています。一人目でシリー。トーマス、いつもありがとう。ちょっとゼファの二人目のね、PK も決めるし、マジであの PK うまかったな。あの絶対に俺が止めるぞみたいな。右端綺麗に。今回ミッドフェイク B。 いや、これワイヤー引っかかった、引っかかった、2つ引っかかった。ワイヤーによって完全にじゃバレていますが、ティーフィーが飛んでいる。いやいやいや、トレードが、そしてビーバックも潰した。これ、どうなる。さあ、残されたのはブラックウィズのみですが、あれプラントを終えたものの、いや、場所わかるんじゃない、もうあれ TP 場所。スモークでワン。いや、俺ね、俺未来から来ました。彼はどう立ち回るか。勝ちます。ウィズとしてはジジ走り打ちでも OK。 これね、いや、まあ、本当にマジ。ここで斉藤くんいなければ後ろなの読めますが、時間晴れ落とした。立ち回り切りました。さあ、これでノーセプション。シャワーバサミ企んでましたか。おー、ウィズさん大丈夫。これでシャワー前 TP の存在分かってますが、ただこれ結構時間かけるね。あー、でかすぎ、本当にでかい。ナイスモロ。さあ、まあ、ペイントローを使って排除は成功。ただ、いやー、これでかい。人数差があります。なんで出るなよ、ゼフ。出るな、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 いてー。いてー、マジで。引きながら立ち回りますが、ゼフ。オーマイガー。強っ。クラシックで。これで、B ロングはクリア、わかりましたね。これ、フッカ勝ち合うぞ。さあ、フッカー前、打ち合い制したのはケイル。エスペランザが落ちました。いやー、パラノイア。そしてパラノイアを被弾していますが、ただ、木抜け強気の上。うわー、ヒーフィー。そしてランプの中も挟み込む形を取りました。パパ、気持ちよすぎる、今の。しかし、うまい。ケイル、ワンチャンス。先ほどのティーと同じような放射の動かし方で対処成功しました。おー、強い。危ない。 1v2 クラッチやるな、ハレ。今もうケイルとしてもブラッドパック使って、はい、相手のポジション。ここさ、今回はシャワー前フラッシュを流し、まあ、いいゲートクラッシュとともに突っ込んできましたが、そうですね、ただ人数交換警戒のあまり時間をかけすぎると怖いぞ。ノーセプション、いや、これ裏射線間に合いますね。強い。さあ、ヘブンが落ちた。対応した。さあ、ディフィーズ
ここでうまく全フハル落とした。ハーフまだ僕があるうちにハーフの解除音ここで、おおノー、マジかよ、ゼファー通した。あー痛ぇー、山ミッチーの由来は俺の本名だね、ヒロミチ。ショートにこれまたシャワートラップですね。しかしティフィ全部落とした。さあこれでバリアメッシュを、うわゼファー、お前エイムか、エイム、うわーゼファー、お前なのでゼファーは当然狙いに行きますね。いや来たわ、暴走機関車トーマス、エラーカッターの他の試合であったんですけど、最近のオーメン使いは偉いですね。やはり自分にアルティメット貯めてもしょうがない人がありまして、なんならアルティメットも溜まってますから。そうですね、ただそのエラさに吸い込まれるように、神が微笑んでるですね。これは偉い子にはおぉオールヘッドショットエース、ね、自分で取りに行かずとも吸い込まれていく。いやこれは強いわ、ね、即座に警戒していたというか、はい、今まであまり取ってなかったポジションでしたからね。いなしてティーフィーがショーストッパーランプを取り切ります。ただ乗ってるぞゼファ、またこのポジションバックサイドの守護神ですからね。さあディメンシャルドリフトによって情報は取れてるんですが、周りが壊滅した。ゼファー、さあウルバリン勝ちもあるのも既に言われています。ブラストバックでランプ前のエントリー成功。そしてゼファーシャワー前に、いやいいパラノイアですね。ティフィーこれは見えていないんですが、さあケールバックサイトからうまくワンピックは成功。まあ強い、たださあワンピック成功と、ノーセプションも情報が不足しているが、ショートスパイクを持ちながら立ち回るが、きついな時間が。おお、ここは天ぷら抜いてきた。隙間があったかどうか、隙間ありましたか。いや隙間、まあ、同じくこの B ロングから来させる作戦ノーセプションですが、強すぎだろその打ち方。落とした、蹴るエスペランザ、泳がした、泳がしている。わあ、見切り欲しかったなー。さあ並ん全方位置、 TV 全方落として、ショーストッパーあるぞ。スタンは食らっていたがショーストッパーでロボ溶かせ。 TV 立ち回ったところ、ケイルは思ったよりも手前にいた。そうですね、75か。今回もショートに対してトレイルブレイザー、しかし入ってきたところはウルバリンが対応。フラッシュを入れて立ち回っていますが、あ、ゼファー、うわゼファー、お前その TP やっつ。これ気づけばゼファーは A サイト全て倒しきりましたね。しかも裏警戒、うわ裏警戒、これで降りるところ抜き切れるかどうかで全て変わる。強い、後続を落とした。武器ジャッジなんだよな。さあただゼファーきついですね、これスモークはあれと。あーエスペランザー、わーわーわー、ないな。ここは経験値見せてきました。行きましたね。しかしあっとギリ引っかかった。うわ犯罪だそれ。ほら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 、さあ一気にシャワーが崩壊。ヘブニューツね、これ。あ、そこに打つんだ。アナイアレーションも打ち込んだが、うわナイスカバー、全フ全フ、ウルマリンに対しても即座にカバー。そしてバリアメッシュ、いややっぱシーズグレーよりもグラビティネットの方が強い。もう完全 A ショート固まってますね。さまざまな前倒しますがソニックセンサー合わせたパラノイア、パラノイアスネークバイト、 GG だこれは。いやチェックレイトこれは GG だ、これはいけません。えアーバンノータイム、ヒルは成功させましたが、バレルこのラウンドを取得。いやー素晴らしいですね、グラビネットの正しい使い方は2度も見れましたね、はい、まあ、2度以上ですけども。